もっと考えなかんな、本当に現状から出たいのっていう捏造です。嘘なんですこれ。はい、今日のね相談者ヒデッシーはですね、行動できるようになりたいと、もっと、ね、新しくねチャレンジできるようになりたいなっていう人はねめっちゃいるし、なんかな変わらないな、本当はこうしたいのにっていう人はねめっちゃいっぱいいると思っていて、そういう意味ではなんか新しい行動したいだけどできない、そうやってモヤモヤしてる人にとってはね今日の動画見るとねめちゃめちゃいいなと思ってて、まず結論から言うと、いかに数値化するかっていう話です。で今日はですね、行動できるようになるためのステップがあるから、それをめちゃめちゃわかりやすく伝えていくので、これビジネスだけじゃなくって、何か新しい行動をしたいっていうためには、こういう行動をとっていく順番でいけばいいよっていうところをね、伝えていけたらいいかなと思っておりますので、ぜひですね、最後まで見てもらいたいなと思っております。そして、コーチング、企業とか副業、実際にも稼いでいきたいなと思う方は、LINE の方から動画などでたくさん情報がありますので、無料で受け取れるので、ぜひね、LINE で友達になっておいてくださいと。ではね、行きましょう。じゃあまずヒデッシーはやっぱ現状から出たいってことだったと思うんだけど、現状もう20年以上同じ会社で働いているってことだよね。別にその今の毎日が辛くて辛くてしょうがないってわけでもない。ね、ここまでではない。今の現状をなかなか変えられてないな、実際に変えるために行動してないなって感じてたんだよね。そうです。じゃあ変えるための動きってどんなものをしたらいいのっていう、まあ、そういう話をしていたら、やっぱもっと考えなあかんなで聞いたの。本当に現状から出たいのっていう話を聞いたんだけど、出たいっていう話だったけど、これね専門用語っぽく聞こえるかもしれないけど、まあ結構普通の言葉なんで覚えてほしいのが、ホメオスタシス、恒常性維持って言うんだけど、要はね、人間って本能レベルで変わりたくないっていう、それがね本能に入ってるわけね。無意識の中に入ってるから、みんなね現状維持でいたいんだよね。だこれが実際に新たなことにチャレンジさせるのを阻む、まあ、要因になっているっていうこと。で、そこで、ヒデッシーにはね、どんな自分で言い続けたいのかっていうことを、ちょっとね、ぼんやりでもいいからっていうことで、いくつか出してもらってよね。楽しんでる自分でいたいな。人に優しくできている自分でいたいな。お金に余裕があって、心に余裕がある自分でいたい。イライラしない自分でいたい。健康で元気な自分でいたい。そして家族と定期的に旅行に行く自分でいたいな。そんな話をしてたよね。で、こっからまず僕が伝えたのが、こうありたいという自分を毎日イメージしていますかっていう質問をしました。これ、ヒデシーどうだ？毎日イメージしてた？イメージしてないですね。これは宿題として、毎日こうなりたいなっていう自分をイメージしてみてください。これ見てる方も、イメージしたものしかやってこないんだよね、現実として。ここで皆さんに、いわゆる思考は現実化するっていう、よく引き寄せの法則だとかで言われていること、これを5つのステップにしたので、これ聞いてください。最初にしていくことは、イメージ化。イメージをしてみるよっていうことでいい。そして二つ目がね、言語化。まあ、だから将来どんな自分でいたいですかって言った時に、言葉にした。こんな自分、こんな自分、こんな自分って。三つ目が数値化。だから数字にするってこと。これ後でね、数値化今日していったので、これ具体的に言うんだけど、で、四つ目が行動。行動までしていく。五つ目、現実化していくよっていうことです。ポイントが、これが進んでいくごとに増していくものがあります。それがヒデシー何だったかというと、不安、恐れ。そう、不安や恐れっていうのは実は言葉にすると高まってくる。で、数字にすると、本当にこんなタイミングまでいけるのかなっていう、そういう不安が襲ってくる。さらに実際行動してると結果も出てくるじゃん。行動してると全然稼げないよとか、全然うまくいかないって言って、また不安や恐れが出てくる。これがホメオスタシスの仕業なんですよ。つまり不安や恐れっていうものは捏造です。嘘なんです。これなぜかっていうと、変わらないでいるために不安や恐れっていうものを作り出してるわけ。そしたら戻れるじゃん、戻せるじゃん、現状に。不安や恐れっていうものをどう捉えるかっていうことがすごく大事で、これは偽物なんです。不安や恐れってものって形ないよね。そして自分しか感じないんですよ。実は不安や恐れに対して、実は偽物、捏造だっていうことをしててほしいことと、僕がねここで伝えたいことは、イメージ化、言語化、数値化、行動、現実化、この順番でやってる時の不安や恐れっていうのは、増せば増すほどチャレンジしてる証拠だから、 OK ってことだもちろんね、不安や恐れに飲み込まれてしまう時があるからこそ、こういう時こそコーチングで、それを最小限に抑えるという意味もあるかもしれないし、冷静な自分に戻す。じゃあ今度それを数値化していこうねっていう話で、実際に具体的にワークをしていって、例えば家族と旅行に行くんであれば、年に何回行こうか。で、面白かったのは、ヒデッシー現状でもできる目標を初めに口にしてたよね。
ここがね、みんな現状の中で物事を考える癖がついちゃってる。例えば年4回旅行行くぞって言った時に、それって今でも行けないですかって聞いたら、まあギリ行けるかなみたいな。じゃあその言語化したものを数値化していく時にも、現状のやっぱ外に数値化していく必要があるよっていうことで、海外旅行をね入れたりね。あとやっぱ健康で元気な自分っていうのも、ヒデシすごいのが、高校生の頃から体重変わってないんだっけ。もうすごいよね。でもこれは現状の中なの。さらに現状の外どうするかっていうところで、マラソンの話が出てきたよね。あとはお金の話だとか車とかね、それをこういうの乗りたいなっていうのを具体的に言葉にして数字にしていったよと。これを数値化していくことによって、当然だけど不安や恐れっていうのは出てくると思うんだけど、言葉にしてみて不安や恐れって出てきた？不安や恐れしかないまあこれがね、麻痺っていうもので、不安や恐ればっかを見ちゃってるっていうのはこれまあ麻痺でも、僕が見てほしいのはこうなった自分をイメージしてほしいっていう、この両方なんだよね。麻痺しちゃった場合はもう一回ぼんやりとしたイメージの方に目を向けてもらえたらいいかな。こうなったら最高だなって、このバランスを取ってほしいなと思います。で、行動にしていくんだけど、実際に何をいつどこでやるのか、誰に対してやるのかって具体的に行動に落とし込んでほしいんだけど、まあ一番簡単なのがスケジュールに落とす。例えばコーチング力をつけるっていう必要性があるとした時に、いつコーチングしますかっていうところだよね。スケジュールに落として、例えばママためコーチング塾の生徒さんにコーチングをする。週1回、何曜日の何時にコーチングをするって決めるとか。これ落とし込めないってことはその能力上がんないから。僕ね、こうコーチング塾やってすごく思うことがあってね、コーチングで稼いでいくっていう人ももちろんいていいと思うんだけど、でも多くの人ってサポーター側だと思うんだよね。会社員ってそうじゃん。自分を売っていくというよりも会社ってものを前に出しながらそれをサポートしていくみたいな。それが絶対数だとするならば、前に出ていく人をサポートしていくっていう最強のサポーターを育成するっていう、これも必要だなと思っているんだよね。最終的にはやっぱりすげえ稼ぐ人ってやっぱ会社に勤めながら副業っていう人はほとんどいないので、会社を辞めてフリーランスとか、もしくは会社を設立するっていうのが具体的な行動になるんであれば、それを日程スケジュールに落とし込んでいく。徹底的にこの行動に落とし込んでいくっていうところ、ここがね、宿題になってくるかなと思っています。成果を出す人っていうのは、不安や恐れに飛び込み続ける人です。その飛び込み続けるっていうことが現状の中にしていく。いつも飛び込んでいれば、それが中になるじゃんっていう話。僕自身もこの3年間ね、もちろん学校の先生から不安や恐れに向かって飛び込みました。もう毎日飛び込み続けてるわけ。2023年に入ってからも、令和の虎の受験生版タイガーファンディングの虎として飛び込んでいったり、ママためコーチング塾っていうものもリリース怖かったけど飛び込んでいったり。で、そうしていくたびに売り上げっていうのはやっぱり上がっていくんだよね。不安や恐れに飛び込み続けている人が成果を出してるんだっていうことを、これだけね、忘れてほしくないし、もうちょっと言うと、この不安や恐れっていうものを、それを抱えててもいいし、飲み込まれてもいいんだけど、いつでもね、飛び込める状態に持っていくことこそ僕はコーチングだと思っているので、PSC も不安や恐れに飲み込まれて動けなくなったなと思ったら、仲間とまたコーチングしてもらってあげる。さらに行動をしていく。しっかり計画的にスケジュールに落とし込んで、必ず現実化させたい。そこを見据えながら、その先にいるありたい自分をイメージしながら向かっていってほしいなと思っております。それありますけど、自分がやりたいことになっていきたい姿もイメージ化できてきて楽しみです。僕も不安や恐れに飛び込み続けている一人なので、ぜひドラゴン先生のね、発信だとかママタメとかにも参加してもらって、そういう人と一緒にいると、それも現状の中になりやすいので、不安や恐れに飛び込み続けている人のそばにいて、自分も飛び込んでほしいなと思っております。これね、聞いてもらった方たちも、イメージか言語か数値か行動、この先に現実化が待ってるよって、このね、順番を意識してもらって、そのあたりをやってもらえたら現実化は早いんじゃないかなと思っております。こんな感じで、コーチング、企業や副業に関してのね、情報をバンバンからもね、送っていきたいなと思っておりますので、動画の方をね、見ていただいた方は、チャンネル登録、いいねボタンの方もよろしくお願いします。またですね、LINE では、コーチング、企業、副業の情報、バンバン流していきたいと思っておりますので、LINE で友達になっておいてください。ということで、以上でございました。ヒデシ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんまたねー。